こんにちは、アシスタントのガルです。はい。じゃあ今日はね、タイさん、ちょっと見てわかると思うんですけど、はい。これ見てください。ほらね。私、ちょっと大阪の USJ 行ってきたんですけど、そこで、進撃の巨人コラボしてて、ちょっと私これもうまずね、私リヴァイ大好きなんで買っちゃったんですけど、進撃の巨人見てますよね。見てますよね。すごいドン引きされてるんですけど、ね、私今日後ろにね、絵もついてる通り、今日はね、私この格好でやっていきたいと思います。はい。僕もね、確かにガルに言われて進撃の巨人ネットリックスで一応全部見ました。すごく面白いです。ああいう生き方ね、壁をぶち破るみたいな、ああいう方僕は好きだし、歌も好きだしね。はい、はい、まあ今日はね、まあ、まさに覚えてますかね、皆さん。僕が最初ガソリン輸入をやった時に、通産省、それからね、通産大臣、それからわけのわかんない、ね、文化人だ知識人だ集まった石油審議会、ね、それから石油連盟はじめとした業界団体、すべてが何て言いました、このガソリン輸入に対して、ね、ダメですって言ってましたよ ね、ガソリン輸入中止すべきだと、ね、それから緊急石油審議会開きましたよね。うん、偉そうな人間が出てきて、もっともらしい理屈こねて、ジャイアンね、うん、それから、ね、次は、ね、まあ、これ業界紙ですけどね、輸入停止で大臣勧告、これ初めてですからね。通商産業大臣が一民間会社のガソリンスタンド経営者に、ね、やめろなんていうのはもう通産省始まって以来の出来事なんですよ、うん、ね、でもうというか絶対ダメだと、うん、ガソリン輸入はこれこれしかじかでやるべきじゃないんだと理屈を言ってたわけでしょ。そうですね。それがね、これがね、もう、はいはい、ね、いわゆる昭和59年の12月ですからね、うん、でその翌年、翌年ですよ皆さん、翌年ですか、ちょうど翌年ですか、ね、ちょうど翌年昭和60年、しかも月明けて1ヶ月ですよ。まさに下の根も乾かないうちに、ね、うん、ガソリン輸入解禁ですよ。ガソリン輸入解禁ね。もう笑っちゃいますね。笑っちゃうでしょ。笑いだ皆さん、ね、もう一回見ると、1ヶ月前は業界こぞって、ね、知識人だ、ね、専門家が集まってこれこれしかじかでやるべきじゃない、ね、もう業界にとって何の人といいことないし、消費者にとってもよくいいことじゃないんだ、だから、ね、日本消費者連盟までがそうだ、ガソリン輸入を反対すべきなんだと言ってたんですよ、うん、それがね、下の根も本当に乾かないうち1ヶ月後にはガソリン輸入解禁すべきだと。だからこれもうまんま本当ジャイアンと一緒ですよね、うん、もう弱いものも伸びたらいじめるけど、そうそう、でもお母ちゃんの前はもう頭も上がらんよみたいな感じですよね。ね、これが、ね、俺は政府だと言った国のやり方ですからね皆さんね、うん、汚いぞ、うん、はい、それでね、まあ、前回言ったように、ね、うん、もうフィリピンの国営石油もダメね、あれちょっとなかったことでね、まあ、あれなかったことだね、おかしいな話だったんだよ、そうそうそう、うん、フィリピンに大統領に単に、うん、記念です、記念だな、うん、記念写真撮りに行っただけかもしれないね、そうはい、で旅行だと思って、ところがこの業界のこの動きはね、これを成立、このガソリン輸入もうやるためにね、うん、業界はもうあの手この手でですね、こんな法律をもう準備してたんですよ。はい、こちらちょっと長いですけど、特定石油製品、輸入暫定措置をね、これもう1月に施行ね、もうまさにもう間髪入れずにですね、もう成功になっちゃうんですけど、具体的にどういう、うん、要するにガソリン輸入しましょうって法律なんですけど、いいですか、決まっちゃったんですね、うんうん、ガソリン輸入しましょうっていう、まだこのね、施行前だったんですけど、僕が今日この絵に描いてくれたようにね、うん、石油計画課行くんですけど、はいはい、いいですか、この法律の問題点は何だか皆さん分かりますか、問題点、うん、この法律ガソリン輸入やりましょうと、うん、いう一番の問題点があるじゃない、ライオンズ石油にやらせてくれないわけだろ。ああ、そうですね、国家としてね。え、これでも法律制定されちゃったからやらざるを得ないとか。いや、だから僕は排除しなきゃいかんじゃない、わ、うんうん、かる、まあどうしてもなんかやらせたくないじゃあ、なんでやらせたくないのかっていうのは、僕は安売りするからでしょ。そうですね、一個人に ね安売りされちゃったらもう、うん、俺もってなっちゃう。そう、業界全体のね、つまり今日の人もそうなんだけどね、やっぱり石油ってのは確かにね、動脈ですよ。だから安売りしちゃいけないよと、ね、うん、いう通産省だ、国の政策は分かるんだけど、ここには皆さんね、消費者の利益は全く国家は考えてないってことをよく理解しなきゃいけないんですよ。確かにそうです ね、国家はもう一回言いますよ、消費者の現在もそうですよ、国家は国というものは
ね、消費者の利益よりも業界の利益をまず考えるんですね。ただ儲けたいだけだ。いやまあそうは言ってないけど、ね、やっぱそれは業界ある程度保護しなきゃいけない、これは分かる。だけど消費者の利益ってのは全く考えてないのが国であり政府であるというのは僕これで、ね、よく分かったわけ。とにかくね、あの手この手で、ね、ガソリン輸入をしなきゃいけないんだよ、うんうん、ね、もうアメリカからも何やってんだと言われるしね、うん、日本の外務省までも、うん、あの車が売れなくなっちゃうじゃないかということで、国を挙げてガソリン輸入はとにかくもうやろうと、ね、でそのために法律まで、ね、作っちゃうわけだけど、だけどその時にガンはライオンズ石油のうちなわけだよ。そうですね、確かに制定したから、ね、ここぞとばかりにライオンズ石油決まっ来るのは当たり前ですから、ね、そうだから僕がね、なぜダメかって何回も言うように安売りするからダメなわけね。だから僕は安売りするんじゃなかったらおそらくこの法律作るまでもなくね、今までは届け出だから許可じゃないんですよ。このね、もう一回出して、この法律ができるといいですか。大事なことは許可になっちゃうんですよ。許可。うん、この法律ができるまでは届け出でいいんです。誰でもできるんです。ガソリン輸入はね、うん、できたらなんですよ。でもこの法律は輸入促進じゃないです。皆さん理解していただきたいのは、これすごくね、やっぱり通産省頭のいいところだからね、うんうん、もう一般の方にはガソリン輸入、あ、やりますよと言っときながら、とにかく消費者の利益にならないように許可制にしちゃったってことなの。これは許可制になったってことですか。そう、許可制にしたんですよ。あ、じゃあもう絶対許可取んないじゃないですか。だから僕がもう入り込めないようにしたの、この法律によってね。つまりこれだけのね、資本金がなきゃいけないとか、これだけの安定供給の実績がなきゃいけないとか、これだけのタンクを所有してなきゃいけないとかね、もうがんじがらめでそのライオンズ石油の輸入を止めるような法律を作成中だったんですよ。あ、じゃあもう今までふわふわしてたものがもう完全にもう白黒つけられちゃうってことですね。そう、もう許可制にしちゃったわけね。今まではもうとにかく誰でもできた、自由にできたんだけど、ほんでこれ自由じゃないんですよ、輸入自由化じゃないんですよね、不自由化にしちゃったわけ、ね、これ非常にね、だからマスコミの人もやっぱりこれよく理解できなかったんで、あんまり騒がなかったんですよ、うん、この確かによく分かんない、ね、分かんないでしょ、うん、ただ これだけ見たら大地さんに有利っていうふうに見ちゃうんですけど、うん、そう、誰もが輸入できるんでよかったななんだけど、よかったなですよね、マスコミもよかったなって、うん、勉強不足だからね、うん、これはよかったなじゃなくて許可にしちゃったってことで、今日この話をします。で、はい、ね、これをやってる最中ね、はいはいはい、もう僕もね、もうとにかく東南アジアから輸入できないと、うん、でアメリカにね、ルート僕はまだ当時なかったのよ、アメリカから輸入するってルートがね、まあ、早い話アメリカからね輸入しちゃえばもう、まあ、これもう勝ったんですよ、勝ったけど、もう、うん、だけどアメリカのルートがなかったのね、まあ、開拓する、うん、タイさんならなんかもう何とかしてルート見つけてないですか。いやいや、だからそこに思いが行かなかったんだね、正直。アメリカだったらもう一発ゴールみたいな、うん、そこまでね、日本がアメリカに弱いってまだ当時僕は分かんなかったから。あ、なるほど、ね、で、まあ結局ね、そうは言っても、うん、ね、こちらも代替ガソリンでね、こう、まあ、多少は良くなったにしろ、ね、うん、やっぱり今までのガソリン輸入の失敗だとか何回も繰り返して、やっぱり会社の経営的にも苦しくなってたのよ、うん、僕はね、うんうん、それで苦しくなっちゃった、うん、苦しかったのね、うん、でもここはもうガソリンにはもう諦めようと正直僕思ったわけ。もうガソリン、うん、元になるの、元になるの諦めようと、わ、うん、これ残念だけどね、試合終了ですよ、うん、試合終了。ただし単にね、試合終了するの面白くないでしょ。あ、単にちょっと働いたんですか、こう。いや、もう絶対にこれ条件交渉したろうと思って、僕はね、もう道連れだって、うん、石油計画課に乗り込んだんですよね、はい、でこれですね、はい、ね、もう何回もここで交渉しました、石油部計画課、ね、前も話したように親の顔より見ましたね、うん、ここの課長がもう政府ですからね、ここの課長が全部決めるわけですね、うん、今日はこの話をします、はい、はい、でちょうど運よくね、うん、この時に僕がガソリン輸入でガタガタやってたのが昭和59年ね、うん、まあ、1984年の出来事で、うん、1985年になった時にですね、通商産業庁の中に資源エネルギー庁の長官というのがいるね。ああ、ここですね。いやいや、そうそう、資源エネルギー庁、そうそうね、うん、ここのトップ長官が変わったんですよ。確か野々村さんという人に変わったのね、はいはい、うん、まず僕電話したの野々村さんに、変わったばっかりだったから、うん、ね、ライオン石油の佐藤ですけど、長官出してくださった電話出てきたんで、長官が野々村さんが、あ、新人だからよく分かってないんだ。いやいや、よく分かってないけど、やっぱライオン石油の佐藤が電話あったらちゃんと取り付いてくれて、うん、あ、初めましたってこう来たわけね。すごく丁寧な人でしたよ、はいはいはい、で長官、僕ね、ガソリンちょっとやめる方向で真剣に考えるんで、
ね、真剣に考えるから。信じられないですけど、うん、いや本当もう真剣に考えるんで、ちょっと石油部計画課あの課長につないでいただけますかと、いついつ僕行きますから、もう僕の一方的にこの日に行きますよと、うんうん、そしたら長官がお待ちしてますって。ああもういや資源エネルギー庁長官ですからね、お待ちしてますと。ただし、その輸入に関しては私の、ね、範疇ではございませんので、嘘つけと思ったけどね、あの課長と話してくださいということで、うん、この課長もね、あの着任して間もなかったんだよ、うんうん、着任してまあ数ヶ月だから、僕が輸入した時の担当課長だとか、うん、例の、あの嫌な藤田じゃないんだよ、もう藤田はね、あの大使館で、うんうん、あの外国に行く時はもう出世して行っちゃってたんだよ。だからそんなにすぐ早く変わっちゃうもんなんですね。そう、1年半ぐらいで変わるの、だいたいキャリアだからね。へー、短いですね。で藤田さんはね、確か行く1週間ぐらい前に僕に電話来て、で今度いやもうそれが僕藤田と仲良くなってた、それもそれで謎なんですけど、うん、で大使館で行き、大使館でどこ、もうその時は覚えてたんだけどね、あの一等書記官で行きますって、一等書記官で結構偉いんだよね、うん、で行きますんでお世話になりましたって、あ頑張ってくださいっていうね、こういうあの挨拶はしました。でそんな懐広いことできない、まあ、あの新任のね課長だったんで、うん、でまあこれ交渉しに行ったんですね。これも実話ですからね。交渉って何の交渉しに行ったんですか。いやもう取引だ、取引課長にね、辞める代わりにみたいな。あそうもちろん、ね、課長ガソリン輸入僕辞めたら嬉しいでしょって言ったの、この課長に。もうド直球すぎる。もう本当にこの絵の通りですから ね、うん、まあ、こんなねあのあこんなことはしないけどね。もうめっちゃパキってるけど課長、もうザックバラに話しませんかとね、っていうふうに言ってあったんで、ね、この部屋にはね僕と課長しかいません、ね、もう密室の、話だから、密室だからね、うんうんうん、で課長もそれ心得てるから、長官資源エネルギー庁の野々村長官からお前うまくやれよって言われたんでしょ。でだからちゃんと課長もねすごく温和な、まあ、エリートキャリアだからね、はい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 、優しめな感じ、はい、課長ザックバルに行きましょうと、僕ガソリンやめますよと。そうですかと。終わり？そうですかと。いや終わりじゃない、そんなんで終わり。いやそれ課長ね、はい、以前にねこう太陽石油さん紹介してもらってね、あんまり美味しくなかったんだよと、もう仕入れの値段も、うん、というふうに言ったの。そしたら課長が、いや私どもはあくまで紹介するんであって、それはコマーシャルベースね、には入り込めないんで、かあの価格だとかね、それは儲けとかはこっち関係ないですよ、うんうん、政府としてそれは介入できないんで、そこはもうご理解してくださいと言われたわけ、うん、いやいやもちろんそこは分かってるよと課長ね、八つ当たりみたいになってますけど、ね、いやいや課長それ分かってる、もう僕もざっくばらんだから、うん、で課長ねどうと、どうね、柔軟に対応できる石油会社はないんですかと言った。あそこで申しかけたんですね。そうそう課長、僕ガソリン辞めるから嬉しいでしょと、これからいろんな法律作ってどうせ僕にやらせない法律作ってるんでしょって言ったら、いやそんなことは元を考えてございませんって一応建前は言ったけど、嘘だよ、ね、いやいや嘘なんで、ね、で課長もいいじゃない、僕ガソリン辞めるんだ、その代わりねやっぱり僕もね、次食っていかなきゃいけないから、やっぱり柔軟に対応できる石油会社紹介してくださいよと言ったのよ。でそれには課長ね、石油会社とかたくさんあると思うんだけど、やっぱこのねオーナー会社ってないんですかって言ったのよ僕が。オーナー会社ってのはつまりガルが会社作ったらガルが 100% 株主でしょ、うん、それをオーナー会社って言うんですよ。なるほど、ね、まあ、日本の中小企業 99% オーナー会社なんですね。太陽石油は違ったんですか。いやだからそれはまだ言っちゃダメなんて、太陽石油はその時はごめんなさいごめんなさい、なんでもないです、なかったことにしましょうね。それはいいんだけど、まさに僕もねオーナー会社といえば太陽石油ぐらいしかないんじゃないかっていうのは僕もいろいろ調べて実は分かってたの、うん、でも僕から太陽石油とは言ってないんだよ。ただ課長がその時にニヤッと笑ったんだよ、ニヤッと笑ったんですよ、まあ、不敵な意味を、ああ不敵な意味ね、この課長がね、この課長が、いやこんな縮こまってないんだよ、もうちゃんとしっかりとね恩和に対応していただいたんですけど、本当に素晴らしい課長さんで、佐藤さん分かりましたと、ちょっとだけ電話時間いただけますかと、ちょっと私どもで当てがあるんで、いやー待って、いやいやいや本当当てが、そんな言葉来たらもう勝ちですよ、うん、もうこのいいねと思ったの、来たって思いました、課長分かってるじゃないと思ったんだよ、ね、冷た冷た、ね、課長ね僕も生きていかなきゃいけないからね、ガソリンをやめるんだから、僕元売りの夢諦めるんだからね、
これそしたら課長あの得点上がるでしょうと言ったら、いやそんなことはもうと考えてございませんと言うけど、うん、絶対にこの課長プラスなんだよ。そうでしょ、辞めさせたら。そうだよ、俺の代で辞めさせたってなるじゃんか。え、もうそんなに有名になっちゃってる。いやいや、もう大変だよ。この輸入措置法の法律施行前に俺がギャーギャー騒いだらできないんだから。そうでしょ、 なんで俺をのけますん、これ許可制にするんだって、俺がマスコミに騒いだらまた面倒くさいでしょ。確かにまた なんかもう爆発しそうですもん、ね。うん、そのくらいのことはこの、ね、何ヶ月かの間に勉強したわけだから、ね、で通産省の課長ってのは力持ってる、ね、やっぱそういう知識大事ですね、うん、これは経験則ね、もう勉強させられたわけで、うん、課長ね、だから柔軟に対応できる、ね、もちろん価格はいいです、価格は僕が交渉するんで、できたらねオーナー会社ってないんですかと、柔軟に対応できるオーナー会社ね、うん、課長っつったらニヤッと笑ったんだよ。じゃあちょっとお時間いただけますかと、うんうん、じゃあもう待ってますよ。この商談はね本当にもう30分ぐらいで終わったの、うん、頭のいい人だからもう僕が何を要求してるかパーンと分かったんだよ。あ、なるほど、もう言葉にせずとも分かったんです、ね、うん、でじゃあ課長連絡お待ちしてますと、まあ、でも裸に見たら大佐すげえずうずうしく見えます、ね、いやいやずうずうしく、ずうずうしくないよ。え、課長ね、これで僕ガソリンやめますからねと、うん、もしこれでそういうしかるべきところ紹介してもらわないと僕はもう生きるために何でもやりますよとちょっとブラフかましたんだよ。あ、もうなるほど、もうフィリップも潰されて何もないんだけど、うん、ね、ブラフは一応かましてね。なるほど、まあさつさんちょっとお時間さえいただければお時間くださいよと、うん、にょこっと笑ってもうあんまり長く待てませんよって言ってね長く待てないよ、こっちもいろいろ大変なんだからとね言って、その場はね帰ったんですね。したらなんと翌日、はい、翌日めちゃめちゃ早い、もう早いね。翌日会社に昼ぐらいだったかな、電話が課長さんから、ね、電話直接会社の方にねお電話いただいて、ほら携帯がないからねこの時代は、でもう一方通行ですよ、何月何日住所ここですと、住所ここですね、で赤坂の料亭なんでね、うん、まあ、課長は料亭とは言ってないよ、そこに佐々さん6時に太陽石油の青木社長が伺うと言ってるんで話してくださいと、うん、ね、これ大きかったんだよね。話す、だから話してくださいと、だから何回も言うようにコマーシャルベース価格交渉とかそれは通産省は一応できないことになってんだよ、うんうん、でもできるって言ってると思うよね。まあ多分そうでしょうね。で、うん、圧かけられてる、ね、ただし課長が最後にこう言ったの、この青木社長はオーナーさんなんで、ね、オーナーさん、オーナーなんですよ、だから 100% 青木社長の会社なんですよ。ああ、なるほど、じゃあその人上場してるわけじゃないんですよ、うんうん、ね、オーナー会社、これ皆さん分かりますよね、オーナー会社 100% 青木社長のね、もう一言で決まる会社なんだよ。だからということは佐藤さんね、まあ、あとは青木社長に気に入っていただけるかどうかですよって笑ってんだ、課長が笑ったんだよ、電話口で、ね、うん、そうですかと、分かりましたと、じゃあ何月何時6時にね、うん、その場所に私お伺いさせていただきます、あらら、うん、ご丁寧にありがとうございましたというふうにして電話切って、はい、早速、ね、青木社長が、ね、はい、来られる赤坂の料亭に行った話は次回したいと思います。あ、そんな次回になっちゃうんですか、それは、はい、あ、ちなみに対してその時自信はあったんですか。いや、もう緊張の、もう生涯最大の緊張だね、うん、この時僕31位ぐらいだったんで、もう生涯最大の緊張、はい、これでね、気に入っていただけるか、ね、乗るか反るかでしょ、はいはい、この人オーナー会社だから、オーナーって難しい、分かりますよね、もう嫌いってたら嫌いだから、ね、怖いな、もう取引しないと終わっちゃうんだから、もう生涯最大のもう緊張した、今でも覚えてます、はい、でその商談にね、まあ、ね、どう臨んだかというお話をさせていただきます、はい、私どんな交渉したのかというところで本日はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。